ん、船長利き手どっちですか？右ですね、普通に。なんか左利きってかっこよく感じるよね。船長左利きかっこいいなって思うんですけど、なんか AB 型とか左利きとかさ、少数民族ってやっぱかっこいいよね。やっぱクルタ族とか。船長も少数がいいな。船長大型なんだよね。大型とかさ、一番多いよね大型って。もっとさ、このようにさ、このようになんか5人しかいないみたいな、なりてえな。 A でしょ多いの。え、一番多いの A なの？え、大型じゃないの？え、大型が溢れ散らかしてんじゃないの？ A なの？え、なんか昔さ、はい、血液型ごとに集まってって言われた時にさ、なんか AB 型だけ超少ないじゃん。うおーってなるよね。かっけーって、こんだけしかいねえのかーって。クラスにたまにさ、自分の血液型知らないみたいなさ、やついるけどさ、そこまでいっちゃうと今度はちょっと中二病かなって思っちゃうよね。知らないってことはないだろうってなっちゃう。でもどうしよう、リスナーに自分の血液型知らない人がいたらどうしよう。中二っていうわけではなく、本当に知らないんですみたいな人がいるかも。調べてない人多い。へえ。調べないの血液型？海外ではあんま血液型って使わないのかな、もしかして。日本だとね、血液型占いのためにみんなさ、調べるよね。血液型占いのためか知らんけど。うん、献血すればすぐわかる。あ、そっか、確かに。献血か。船長献血とか行くの？船長ね、血いっぱい吸われるとね、クラッてしちゃうの。これってもしかして貧血ですか？なんかたまに検査とかでさ、いっぱい吸うときあるじゃん。いっぱい吸われるときは必ずね、横になって吸ってもらう。クラッてするどころか、呼吸もちょっと苦しくなっちゃう。って なって。え、でもね、ついにね、この年になってね、注射がね、いよいよ怖くなくなったんだよね。中学生くらいの頃まではね、注射を見るだけで泣くほどに怖かったのに、ついにね、そんなに怖くなくなった、注射が。あ、注射するんですか？はーいって感じ。恐怖がね、なくなってきた。17歳じゃん。17歳だよ。だよ。17歳にしてついにってことだよ。あの年代ってさ、無口キャラというかさ、無口キャラか、無口キャラ流行ったよな。綾波かな、やっぱ無口キャラブームの走り。クーデレ、どの年代？え、00?90 かな？ 00 年代かな？ 90 かな？どっちだろう？うん。ゴルゴ。ゴルゴか。ちょっと違うんじゃない？萌えではないよね、それって。うん。90か？ 90 年代後半かな？え、エヴァのさ、全盛期の時ってさ、綾波とアスカってどっちが人気だったんだろう？知ってる？どっちが人気だったか。で、春日と長門だったら絶対長門の方が人気なのは間違いないと思うんだけど。あ、綾波なんだ。あ、そうなんだ。やっぱ暴力キャラってね、暴力キャラってどうしても暴力振るってること、振るってくることに対してなんか理不尽感じちゃうよね。わかるな。せんちゃん暴力キャラあんま好きじゃないんだよね。暴力ヒロイン。あかねは？いやね、違うんだよね。あかねは確かに暴力的なんだけど、君たち、あのね、冷静にね、ランマね、ちゃんと見直してみ。船長も、子供の頃は、あかねよりシャンプーやうっちゃんの方がいい女だと思ってたよ。
ちゃんとね、改めてね、ランマをね、前回読み直してみたときに気づいたことがあるんだけど、なんか、うっちゃんやシャンプーは、なんかランマを助けるとき、もう基本的に下心があるし、基本的に下心があって動いてたり、逆にランマを自分のものにするために、なんか、問題、トラブルを起こしたりするのね。まあ、コダチはさ、ちょっと、なんていうの？論外なんだけど、それに対して、アカネって、なんか、ランマを自分の問題には基本巻き込まないように努めるし、ランマが困ってる時って、特になんか、こうすればランマに好きになってもらうとか何も考えずに、とにかく助けに行くんだよね。走って。助けるんだよ。困ってたら すぐに。それに対してなんか、見返りとかを求めてるわけじゃなく、とにかく助けに走る。女なんだって、確かに殴るけど、殴るのは、シャンプーもウッチャンもランマのこと殴るからね、普通に。そうやって考えてみるとね、あ、やっぱ、アカネしか勝たんのだなって、わかるよ、ちゃんと読むと。行動をしっかり見てるとね、確かにこれはアカネのこと好きになるわって感じするもん。まあ、可愛いけどね、とはいえ、シャンプーやウッチャン。可愛いけど、ヒロイン性としてはやっぱり船長は、アカネちゃんを推します。でも船長がね、でもね、ランマで一番可愛いと思うのは、断然女ランマだね。超エッチ。女ランマ超エッチだよな。何がエッチってさ、男だからさ、もともとが。もともとが男だからさ、自分のエッチさをあまり気づいていなくてさ、堂々と、ねえ、おっぱい見しちゃったりさ、もうエロすぎ。たまんねえよな。自分のその色気を気にしてない感じがね、そそられるんだよな。わかる？え、そうだよね。結構、リョウガとの関係とか、クノー先輩との関係とかも結構エッチだと思うけど、やはり高橋留美子は天才。いや、本当だよね。一回肌消すか。もうこの目つきが全然、ねえ、このさ、肌がピンクくなるだけで、このね、目つきの違い、もうここだけ見ると、なあ、見たんだよーって感じなんだけど、そのままビッチって感じの顔してけど、でもこの顔ですよ。本当はね、女の顔をしてたことがわかる。いいよね。